工業というもの、謎解きができればもうね、全てがつながっているんだっていう。で、私たちはなんでこの世界にやってきたのか、愛を知るため、命をつなぐためにやってきたんだなってことがわかるんですよね。生きているっていう中でやっぱりこう自然界とのつながりだったりとか、宇宙と地球というのを話すんじゃなくって、全て一緒なんだっていうね。今人生生きていく中で何かこう迷ったりとか分からなくなる時があるじゃないですか。その時にこれがあなたにとって、あなたが本当に自分らしい生き方をするヒントなんだよっていうことをね、知らせてくれるのがこの陰陽五行であって、五芒星であって、六芒星であって、数字であってっていうことなんですよ。だから生まれた時の記憶をで、魂の記憶をバーッと思い出す方法でもあるんですよね。